はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。まもなく6時になろうとしていますね。9月27日の月曜日でございまして、最近毎日毎日見ているのがですね、このドルウォン相場ですね、US ドルとですね、韓国ウォンの相場でございまして、今ちょうど1180になってきました。でこれがですね、今日は頑張って頑張ってですね、1174までですね、戻していたんですよ。1174.10 というところまでですね、おお頑張ってるやんと思って、要はドルウォン高にこう戻していたんですけども、それがスルスルスルっとまたですね、ウォン安になっていきます。ここのところ1180というのは一つの抵抗ラインになってきまして、これ見てますとね、やっぱりね、誰かがね、ウォン安への流れをね、止めようとしている。チャートを見てるとそういうふうに私には読めてしまうんですよ。で、出来高がですね、少ない時になぜかですね、おーっとドル安に流れるんですね。出来高が多い時はこう攻め合いがあるわけですね、止まってるわけでして、つまりですね、自然な流れに任せるとウォン安になるわけですね。で、誰かがウェーって頑張って入ってくると、ウォン高に戻そうとするわけですね。まあ大体ね、何となく見えるというか想像は容易なんですけども、1180って別に全然その安全圏ですね。1200まではもう、1200どころか1250ぐらいまではですね、全然安全圏だと思うんですけど、去年ね、今年、去年の3月ぐらいは確か1280とか、なんかその辺もう1300が見えてきたなみたいなところまで言ってましたけど、戻しましてですね、もう1150ぐらいまで行ってたんちゃうかな。最近またあれですね、ドル円に比べたら動き激しいですね、このね、ドルウォンっていうのは。だから FX やられる方はですね、その値幅は取りやすいんちゃうかなという気がいたしますね。だから今やったら1175ぐらいまで行ったら、一生懸命ですね、あれですね、ドル、70まで行ったら、ウォンを買うのか。ほんで、1190ぐらいまで、ドルを、ウォンを売るのか。で、売ってまたですね、安くなったところで買うということをやっていけばですね、値材が取れるんちゃうかなという気はします。で、これ一重にですね、その、お隣さんの外貨事情が関係していると思うんですね。外貨事情および、言ってみれば外貨事情ですね。要はどんだけ貿易黒字を稼いでいるか貯めているかということなんですよ。で、ゆかりのお隣さんの場合はですね、過去に2回ほどですね、通貨危機がありました。1回は IMF の介入がありました。もう1回はですね、しゃあないからって言って日本が助けたそうなんですけども。で、次回はその2つとも期待できないという、次回があればですね、あれば期待できないんですけども、そうなる通貨危機みたいなことになる原因はですね、一重にですね、貿易赤字なんですね。貿易赤字も収支、経常収支の赤字というべきでしょうね。ドルが足りなくなるわけです。ドルが足りなくなって、払えなくなりかけるということになるとですね、一気にですね、このウォンがですね、わーんとこう安くなるわけなんですね。で、過去その IMF の時は1ドルですね、1700ウォンぐらいまで行ったことがあるそうですね。もうそれも四半世紀前の話だった。もうベネズエラ一歩手前というところですね、そこまで行ったことがあるんですけども、今は落ち着いてましてですね、1180前後ですけども、1200を超えてくるようなことになるとですね、大丈夫って何と言ってもですね、隣の中国もそうなんですけど、いまいちその統計がですね、信用できないほんまかそれっていうのがあるわけですね。現に今4000億ドル以上ですね、4400億ドルぐらいの外貨準備があるというふうになってるんですけど、これをですね、多分信じてる人はほぼいないと思うんですね。でアメリカと600億ドルのスワップがあるわけです。
まあその他はですね、しょうもないスマップはいっぱいあります。まあなんか頼れるのは人民元ぐらいですけど、あれもいまいちね、ちゃんとやってくれるかどうかって。なぜこう約束を破る人たちですから、中国っていうのは平気で本当でないことをおっしゃいますし、まあそれはお互い様なんですけどね、愉快なお隣さんと中国の間の間ではですね、それはお互いやんというか、僕らから見るとそういうふうに見えるんですけど。サムソン次第というところもありまして、サムソンがですね、今日やったかな、昨日やったかな、喋りましたけど、サムソン自体 その事業構成がものすごくなんていうかこう偏ってるんですね。半導体とスマホという、それ2つともですね、水物なんですよ。ものすごい水物で、半導体とスマホとほんでディスプレイなんですけど、ものすごい水物で、こうどう言いますか、波があるわけですね、市場に。あかんときはあかんわけであって。で、常にの新製品の新陳代謝というか、モデル変更みたいなのが多いわけですね。で、どん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 第何世代とかで、どんどんどん進化していくわけであって。常にですね、そのトップランナーでいられるかと、いや、あるいはトップグループにいられるかというと、それはなかなか水もんでございます。でそういうサムソンが牽引するお隣経済っていうのは、かなりだから、脆弱という、足腰が脆弱といえば脆弱なんですね。でそれがこのドルウォンというものにですね、反映されましてですね、今お隣さんってね、どことも仲良くないんですよ、はっきり言って。日本とはこんなんでしょ、今まで一番頼りになったのは日本なんですけど、日本とはこんな仲になってまして、ほんでもうはっきり言ってアメリカは前から見放してるんですよ。そのどう言いますかね、なんていうかこう信頼の置けない同盟国っていう位置づけなんですね。で、政権が変わるとなんか、わけわからんこといっぱい言うわけですよね。今も、アメリカに行ったですね、チェン・ウィヨンとかいうあの外相がですね、中国を擁護する発言とかして、アホやわと思って、まあ自分たちは頼りになりませんなんていうことをわざわざ言いに行ってるわけですね、アメリカまで行ってね。何をしてんやろうと思いますけど、そういうことで、もともと信用されていないわけなんです。で、中国からはですね、どちらかというと、こう、古文扱いですね、古文扱いで、なんて言いますか、こう、言うことを聞く相手というふうに思われていますんで、まあ、言うてみりゃ、小突き回されてる感じですね、日々そんな感じでして。で、他にですね、友好国というのがほとんどなくってですね、ヨーロッパのどこかの国と親しいというわけでもないですし、ロシアとの関係が深いというわけでもないですし、台湾とは仲悪いですね、いろいろだって。ほんで、ベトナムとは表面上仲いいですけど、こう、歴史問題もありますし。あっちこっち行ってね、そのね、なんて言いますかね、信頼を築くということをなまってきたんですね、今はね、彼らはね。なんで、友好国はほぼないと。日本の場合、世界中親日国なんですよ。親日じゃない国ってのに、お隣さんとですね、中国ぐらいのもんでして、そのほかほぼほぼ親日国なんですね。ところが世界にですね、愉快なお隣さんに対して親近感を抱いている国って、僕聞いたことないですね、ほんまに。日本の一部だけですね、ほんまにね。そういうお国柄なんで、いざという時、今度は誰も助けてくれんのちゃうんかなという気がいたしますね。だから国ごとのデフォルトっていうのはありますから、アルゼンチンとかベネズエラの常連なんですよね。そうなるともう国民は途端の苦しみを味わうということになります。だからこそね、普段のお付き合いって大事なんですけども、その普段のお付き合いっていうのを大事に全然なさっていないっていうのがお隣さんでございましてですね、これ危ういなと思って。まだまあ1180でね、まだまだ安全圏なんですけど、これ、流れを見てるとね、本当に温安への流れなんですよ。で、これちょっと弱い通貨ですから、ウォンっていうのは、ハゲタカみたいなやついっぱいいますからね、世界には。で、ウォン崩したろうと思ったらね、そんな業産お金いらんはずなんですよね。
でそこで恩崩して大儲けしたろうみたいな、昔のあのジョージ・ソロスがですね、あのポンドで仕掛けたようなことをですね、恩で誰かが仕掛けてこないとも限らない、わけでして、この脆弱な感じを見てますが、本当にこう危うさを感じます。まあだから一生懸命こう守ろうとしてるようにも見えますから、それはこんな段階でね、こうやってあの流れを止められていないんやったらですね、もっと大きな何かが起こればですね、一気に1200、1300行ってしまうんじゃないかなと、こんな感じが見えております。このいつも私が見てるサイト貼っておきますんでね、なかなかそういう目で見てるとこれは面白いですよ。はい、どうもありがとうございました。